はい、ヒロムです。ポケットモンスターソウルシルバーライバル実況の番外編やっていきたいと思います。今回は、山吹シティのジムリーダー、夏目さんに挑んでいきたいと思います。よろしくお願いします。そうっすね。こういう、なんか、自虐ネタ使えるようになったんですね。さあ、フーディン。早速、エースかな？フーディン対決。まあ、素早さ勝ってるよね。素早さ。レベルはこっちが勝ってるんで。まあ、耐えそうなんだよな。特防は割とあるんだよな。エナジーボール。ガチですね。まあ、こっちのフーディンも覚えてるんですけど。まあ、回復だよね。シャドーボール。これも耐える。で、まあ、急所当たってくれへんかな。まあ、今更特防上がってもな、下がってもなっていうところはあるんですけど、最初の視点で、特防下がってほしかったな。まあ、しゃあないんですけど。次はエーフィ。どうしようかな。オーダイルしよう。噛み砕く。いきましょう。瞑想。まあ、さすがに向こうの方が早いか。特攻と特防が上がるけど、噛み砕くは物理技で防御の数値を参考にするので、意味なしと。あ、耐えるのか。最近ね、特防は一段階上がってて、タイプ1の最高検出はきつい。けど、まあ、耐えるでしょう。あ、でも、割と効いたのは半分以上削られたな。まあでも、追加効果で特防下げられないだけまだ、マシか。いや、このまま行きましょう。まあ、この時代のバリアードは、エスパー単タイプなんで、アクタイプは、普通に効果抜群。あ、雷とか覚えてんのか。いや、外れてくれてありがたい。よっしゃ、レベル上がった。ルージュラ。入れ替えようかな。これ、あいつを投入したいと思います。レッド戦で活躍したルージュラ。あ、ルージュラちゃうわ、鳳凰。で、聖なる炎。外すんかい。滅びの歌。マジかよ。伝説のポケモンが滅ぶなんて、あってはならない。さあ、これで。あ、ちなみに、一時系倒しちゃったんであれですけど、変えましょう。クロバット。聖なる炎は、50% の確率で相手を火傷状態にします。と、エスパー格闘なんで、飛行タイプが効果抜群ですね。最高かった。外すんかい。外すんかい。どうだろう、耐えるんかな。耐えた。筋切り。ナメプカ。よっしゃ、押し切れた。次はなんだ？そうなんすか。そうなんすか。ゲンガーだな。くそー。負ける未来が？まず怪しい光打ちましょうか。
神秘の守りとか打たれると入らなくなるんで、ミラーコートよしよしよしよ。で次呪い、このミラーコートが怖いんだよな。早いな。次も怪しい光を入れようか。なるべく攻撃せずに勝ちたいからね。よっしゃ。次あれ入れようかな。え、勝つ未来を想像してたの？よっしゃ、催眠術入れて、あ、ちなみに、ソーナンスの特性は影踏みなんで交代はできません。で、この時代はゴーストタイプも交代できない仕様ですね。マジか、回復か。まあ、でも、ミラーコートは打たれないのも確定なんで、シャドーボールは普通に通っちゃいます。あ、まあまあ、ミラーコートでも普通に通るんですけど、よっしゃ。まあ、次もこのままシャドーボール、ボールでいいんじゃないか？あ、まだ回復。いや、もう、諦めなさいよ。無理だよ。もう、引き伸ばしはダメよ。諦めたか。それがまあ薬が切れたか。なんか薬が切れたっていうとなんかちょっと違う意味に聞こえてしまいますけど。よっしゃ、レベルアップ。よっしゃ、何がなるほどなんだろう。はい、お母さんから電話来ました。また電話したいと思います。夏目さんは日曜日の昼に電話すると来てくれます。まあ、隣やしにはすぐ来れるもんな。ということで、今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。